皆さんこんにちは、リンクスのりょうです。本日はこちら札幌ドームに来ております。人が多いので裏方に来ておりますが、新庄監督スーパーカーで札幌ドーム入りしているということです。今回はね、本拠地開幕戦ということで、一体ねどんなことをしてくれるのか、試合前セレモニーを行うということで、新庄監督ねどこから登場するのでしょうか。上から登場するのか、はたまたスーパーカーで登場するのか。先発は上沢投手、1ハムのエースと呼ばれている方です。若手の方が非常に活躍していて、万波選手とか清宮さんなんかもね、最近スタメンで開幕張っておりました。西武ライオンズは森選手であったり山川選手、パワーヒッターがいらっしゃいますが、どのような試合になるのか非常に楽しみです。それでは早速中に入っていきましょう。セレモニー楽しみですね。どんな感じになるのか。東京はね桜が咲いているのにね、こっちはまだ雪が積もってて、まあだんだんね暖かくなってきて、そこまで寒さは感じません。はい、楽しみます。開けろ。
ません。必ず札幌から全国の皆さんを笑顔にできるチームを作っていきます。ファイターズのファンの皆さん、ライオンズのファンの皆さん、両チームの選手がいいプレーをしたとき、球場が一つになり、みんなで拍手をし、より一層プロ野球を素晴らしいスポーツにしてもらいたいという気持ちで、2020年ファイターズ開幕戦